アブイニョン TGV 駅のチェックインデスクオーインゴは2013年4月よりフランス国鉄が運行する廉価版 TGV の列車名及びサービスである。名称は h ア a We Go をフランス語読みでもじったもので既存の TGV から独立した SNCF の子会社として運営される。線路使用量を抑えるためパリでは都心から東部約3 0トルに位置し、 ディズニーランドパリに隣接するマルヌラバレイコールシェシー駅を起点として、フランス南東部のリヨン・サンテグ・ジュペリ・ TGV 駅、マルセイユ・サンシャルル駅、モンペリエ・サンドシュ駅など10駅を結び、2015年末より北部や西部の8駅にも乗り入れを拡大した。LCC 同様の受給曲線に基づくイールドマネジメントを取り入れ、2013年に160万人、 2020年に250万人の利用を見込んでいる。2017年夏より、ストラスブールやボルドーにも乗り入れる従来は、郊外部の発着に終始していたが、2017年12月より、パリ都心部のモンパルナス駅とボルドー、なんと、レンヌを結ぶ系統を新設すると、2018年7月には、パリ東駅とモンペリエを結ぶ系統、12月には同じく、 パリ都心部のリヨン駅及び、リール都心部のフランドル駅とマルセイを結ぶ系統の運行を開始した。このように、線路使用量の高くなる都心部のターミナルを選ぶようになったのはフランスへの本格参入を伺っているトレニタリア系列のオープンアクセスオペレーターであるテッドを建制する意向とみられている。一部車両を対象とした既存の格安、サービス、イゴトグフとは異なり、 専用ウェブサイトで3ヶ月前に購入する価格では、片道大人10ユーロ、小人5ユーロで、全席の25%を25ユーロ以下で販売する。後にオンライン旅行代理店のキャプテントレーンでの販売も解禁している。運賃例として、パリマルセイユ館は3ヶ月前通常価格の TGV で70ユーロ、エールフランスで50ユーロ、イドトグフで35ユーロ。 ライアンエアで34.23ユーロ、3ヶ月前までの早期予約サービス TGV プレム S で25ユーロに対し、多い後は25ユーロである。4月以降の運行ダイヤは、マルセイユ系統が1日に往復、モンペリエ系統が1日1往復である。リオン系統は、空港駅だけではなく、市内駅発着もあり、リオン発着で、南仏方面への路線も運行される。 2017年7月より、ボルドーやストラスブールにもサービスを拡大する途中、停車駅は、リオンサンテグジュッペリ TGV 駅、バランス TGV 駅、アビニョン TGV 駅、エクスアンプロバンス TGV 駅、ニーム駅である。TGV デュープレックスのうち、4編成をベースに1等席やバー、荷物スペースを撤去して、全車に等席に回収した。 回収後の編成番号は760から763となっている。一部の客室の座席配列は1から3の4、アブレストである。2編成併結時の座席定員は1268席で、従来のデュープレックス併結編成よりも、旅客輸送力が20%向上している。内3編成はスカイブルーの専用色とされ、編成両端の動力者には、 多い後のロゴを排している。また2015年末からの運行エリア拡大に伴い、原型編成の内アトランティック車両基地所属の編成番号241,244,245,246の4編成も多いご使用となった。ありがとうございます。